はい、みずさんこちら、本日はですね、今週末に行うセミナーの内容をですね、ちょっとここで一部ご紹介したいと思うんですけども、今週の土曜日の20時からですね、膝下ふくらはぎの筋肉を外側に伸ばすとですね、体のバランスが整い弓が引きやすくなる、これがおそらく争点になると思うんですけど、これにまつわるさまざまなですね、ふくらはぎを外側に回すとですね、本当に弓抜き方が良くなるというか、そのもうさまざまな、体幹の部分が緩むであったりとか、引き分けのところに時の横の開く感覚っていうのが変わるとか、押し引きの感覚が消えるとか、呼吸がしやすくなるとか、反り腰になりにくくなるとか、もう本当にいろんな要素がありましてですね、それをですね、どんな内容があるのかっていうのをちょっと一部メモしましたので、ちょっとこれをご紹介したいと思うんですけど、まず外のふくらはぎを回すと脇と肩甲骨が非常に緩むと。これはね、もう口で言ってもしょうがないので、ほぼ体感するのが一番早いんですね。要はあなたの立ち方っていうのが今の段階でまだ脇や肩甲骨が柔らかい状態にまだなりきれてなくて、ここをふくらはぎの筋肉をちょっと外側に回すとですね、肩甲骨が非常に緩むと。ただし難しいのがですね、前の動画でもお話ししたんですけども、太ももを内に回した状態で外側に回すっていうことをやらなきゃいけないんですよ。これめっちゃ難しいんですが、ようやくですね、これだったら多くの人たちがこれ感じ取っていただけるだろうっていう、そのワークであったり体の作り方っていうのがよく分かったので、その内容をお話ししたいと思います。で、この立ち姿勢で胴作りをやるとですね、その前の筋肉、後ろの筋肉、横の筋肉が全部使えるようになった結果、押す感覚で引く動作の感覚っていうのが消えるんです。引き分けの時に弓をこう押していく感覚って皆さんあると思うんですけども、あの押す感覚が消えるんですよね。消えるってどういうことかっていうと、その押すと引くっていう動作って本質的には肩にまだ力が入ってるんですよ。で、この姿勢を作ると肩が上がらなくなるというか、むしろ体を開く補助として肩の関節が働くようになるので、押す開くっていう感覚が消えるんですよ。これをちょっと感じれるようになるといいなっていうふうに思います。で、その手の内を押してる感が消えると。これは指の使い方ちょっとお話しするんですけども、指の向きをこれでさらにプラスアルファで変えるとですね、押し引く感覚っていうのが消えるっていうのがよくわかります。で、この正しく肩甲骨が入った姿勢、状態っていうのをね、こう覚えるんですけども、この正しく肩甲骨が入った状態というのは、反り腰とはまた全然違う立ち方になるわけですね。この反り腰っていうのは前傾姿勢になってるんですけども、その弓道連盟の先生って前傾姿勢大好きなんですが、弓道連盟の先生で正しく前傾姿勢を教えられる先生はいないです。もう単純にそれが審査でいいからとか、格好がなんとなくそう言われてるからっていう理由で、ああいう風になってるだけであって、もう超合理的にですね、正しい前傾姿勢存在します。それを覚えれば、その弓道連盟の中で肩甲骨が入った状態ですごく開きやすくなりますので、これを覚えると弓道引きやすく、だいぶ引きやすくなるんじゃないかなというふうに思います。で、胴作り以外でバランスを取るっていうのがあって、これは、皆さんね、肩の位置とか腰の位置とか気にしながら打ち起こし動作をして、ここを動かさないように弓を開くことを皆さん考えると思いますが、それとは違う、バランスの取り方、それとは違う安定、本当の安定している状態っていうのを、教えます。これはちょっと違ったバランスの取り方の話になるので、これを教えられる弓道連盟の先生はなかなかいないんじゃないかなっていうふうに思います。で、会員の時に上がりやすい方が逆にこう降りてくれる方法って言ってね、この方法も、なかなか教えられる人いないと思います。普通は弓引いたらこうちょっと肩上がると思うんですけど、それは僧帽筋って筋肉が働くんですね。僧帽筋って筋肉が上がるから上がるんですよ、肩が。で、ここの僧帽筋っていう筋肉がその開く時に緩んで、むしろ弓を開く側の方に協力して動くような取り方ってのが大事なの。これはちょっと教えるのは非常に難しいです。これはもう強い弓、最低35キロ以上の弓をですね、やっぱ2、30本ぐらい開けるぐらいに体のことをちょっといろいろ研究しないと結構難しいです、これを教えるの。逆にこれができるようになって
なってるからこそ強い実が開けるんですけども、この方法をですねお話ししたいと思います。まあセミナーに興味がありましたらぜひご参加ください。今日はね動画これ以外についでにですねもう一つ、正者必中を目指すとですね、あなたの体の状態がどんどん悪くなってしまう理由っていうことをもう一つ動画撮りましたのでそちらの方もどうぞ。ありがとうございました。